小中で、大学も中央大学なんで実家から通ってましたし、約22年間多摩で育ったと思って思い入れがすごくあると思います。まあ僕自身は落合サッカークラブというところで育ちまして、で地元の子を今日も30名近く来てもらって、じゃあ何が自分にとって大事かっていうと、そういう育ったところにで頑張って必死にプロを目指している選手に触れ合うということだったり、まあ、一番大事なところってそこだと思っています。なので僕は多摩市と仙台市に非常にお世話になった気持ちでこの活動を続けています。基本的に僕はサッカーを通してここまで来た人間なので、まあ、スポーツやサッカーを通してこういう地元を元気づけたいっていう気持ちは常に持ってますし、子どもたちに伝えたいのはやっぱりスポーツの楽しさとか団体スポーツの大事さ、やっぱりサッカー選手になる数っていうのはもう本当にこの中いるかどうかもわからないですけど、やっぱり社会人になった時にこういう経験っていうのは僕も小さい時の経験は忘れていないので、まあ、そういうところは伝えたかった。サッカーは人と人をつないでくれた素晴らしいツールだと思います。これから先に自分がここで養った経験であったり人のつながりっていうのはこの先に必ず生かしていかなくてはいけないです。それは自分のためだけではなくてサッカー界もそうですし、もちろん多摩市、仙台市っていうコミュニティに対してもしっかり恩返ししたいなと思います。人が住みたくなるような街、つまり、いろんなイベントがあったり興味引くようなことがある。でまた次のね、100周年というところに向けて、今我々が何ができるのかっていうのをそれぞれが感じながら、またいろんな業種の皆さんが集まってくるっていうのはすごいプラスだと考えているので、まあ、そういう面白いことをやっていきたいなと思います。